おはようございまーす。声が枯れてる。おはようございまーす。あいうえお。発音練習しなきゃね。だいたいね、YouTube の文字がちゃんと出るぐらいに話せるようにならないと。俺の日本語のなんだ、字幕全然違う言葉になるんだけど、いつも。令和2年、12月31日、とうとう、大晦日、来てしまいました。皆様、今年はどんな年でしたでしょうか？そして、来年はどんな年にしますか？マッドマックスピエロ、楽ちんでございます。おはようございます。ご機嫌いかがでしょうか？今日の話はですね、知らないって怖いですよ、みんな。皆さん、騙されたらダメですよ。幸せになるために生まれてきたわけですね、我々は。だからね、どんな辛い時もね、幸せそうにするんですよ。辛いからってね、辛い顔してちゃダメですよ。笑顔、笑顔。辛さの先にね、苦労の先に、我慢して、我慢の先に幸せがあるってね、騙されちゃダメですよ。嘘ですから。江戸時代なんかひどかったですよ、カースト制度でしょ。農家に生まれたら一生農家ですよ。死ぬまでどんなに努力しても我慢しても。でね、農家に生まれて我慢して、我慢すればいいことあるって。で、年取って死んじゃったんですよ。嘘ですよ。幸せ。ずーっと。じゃあ、殿様は、何の努力もしないのに、生まれた時から、殿様だったんですよ。騙されちゃダメですよ。で、幸せにするのは、今幸せになんなきゃダメだ。今、不幸。我慢して、これ我慢すれば将来幸せかも。違う。絶対に今しかないわけ。今を大事にしてください、皆さん。今の自分の心、感情、今の自分の感情にフォーカスしてみて。今の自分がね、幸せかとか。うん。トラちゃん、おはよう。トラちゃんも近づいてきちゃってね。猫アレルギーとか鼻水になっちゃうんだけど、ごめんなさいね。おはよう、トラちゃん。今、幸せになる。今、幸せの方にフォーカスする。今、幸せになる方に、歩き出した途端に人間は幸せなんですよ。すぐ不幸の方に見ちゃうね。みんな。あれが足りない。これが足りない。これを失った。あれを失ったと。失っていくものや足りないものではなく、目の前にあるもの。残ったもの。感謝することだと、思いませんか？まず、目の前の、手の届く範囲。感謝して。目の前の人に感謝して。目の前の、ことに、集中して、一生懸命やる。どんなくだらない、つまらない仕事であっても。いや、世の中につまらないくだらない仕事は一個もないんですよ。実に。くだらない仕事にしてんのは、人間様だから。ね。すべて、どんなことでも、全力で。それ、集中するとですよ。なんでも楽しいんですよ。お掃除でもなんでも。なんかやろうとしたときには、めんどくさいなぁと思ったときにね、まずやってみてください。案ずるより、運が安し、おの安し、横山安し。あ、すいません。なんでも。で、意外にね、やっちゃうとね、案外、なんでも大したことないんですよね。頭で想像しちゃうことより。
人間っていうのはね、なんでもね、古代妄想するからね。勝手に相手をね、強くしちゃったりね、敵をね。勝手にね、目標がね、もう、ものすごくね、叶わないもののように自分でしちゃったりね。例えば、好きになった人が、ものすごい、天使のような人だって。勝手に思い込んじゃうのがね、人間なんですよ。だからね、もっとね、シンプルに本質を見抜く目を磨いてね。もっと世の中シンプルだから。簡単にできてるわね。簡単に考えれば簡単に何でもできるようになるんで。こんな世の中なんで何でもチャレンジしてね。まずは簡単に始めること。ね、やらないとね、失敗も起こらないんだけどね。なんだろうな。チャレンジすればするほど失敗の数が多くなります。ちょっと失敗の数が多くなるとどうなるかというと、学びが多いんですよね。成長が多いの。失敗が多いと。ところがね、失敗しないとね、学びも成長もない。失敗するたびね、改良する。昨日言ったでしょ？改良。失敗はね、別に落ち込むために失敗してるんじゃないんだからね。いちいち失敗して落ち込むなっての。そんなに一回でできると思うなよっての、お前。甘いんだよ。何回失敗しても何回負けても、前を向いて、上を向いて、傷だらけになっても、翼が折れても、お空を飛ぶことを常に夢見る。いいじゃないですか、それ。男はやっぱり。あとね、なんだろうな。男だったらね、やっぱりね、分かってほしい。分かってほしい。じゃなくてね、分かってあげる包容力。器ね。女性のね、無茶をね、めちゃくちゃな、ね、ことを言ってくるんですよ、女性は。毎日気もコロコロ変わります。ね、それをね、別に、受け入れなくていいんだよ、良しとして。なんだろう。じゃなくてね、受け止める。違うなと思っても、それを受け止めてあげる。ね。やっぱりね、忍耐力が必要ですよ、人間は。忍耐力。我慢すんなっつってね、忍耐力っつって、何言ってんだっつって言われるけど、言ってることがちぐはぐじゃねえかっつってね。でもそれ我慢じゃないわね。愛してる人でしょ？相手が。ね、もし愛してる人だったら、なんだろうな。我慢じゃないの、それは。もう。エジソンだってね、発明するまで、それ苦労をね、苦労に思わないわけ。我慢じゃないの。全然。辛くないわけ。それはね、目的があって目標があるからですよ。だからその目標を目の前の人を幸せにするって目標があれば、その包容力、相手を分かってあげる、受け止めてあげるっていうことはね、寄り添うことっていうのは、苦労でも何でもなくなるんじゃないかなって思いますね。やっぱりね、目の前の人、ご家族もそう、寄り添うような、同じ方向を見る目でね、同じ方向で優しい音でね、なるだけ優しい音で話してあげる。つっけんどんな言葉じゃないね。なるべく優しい音が大事だからね。耳障りのいい音の方がいいじゃないですか。なので、滑舌の練習も僕も今日もします。あ、い、う、え、お。大丈夫。味方だから。何か美味しいものでも食べに行こう。話聞くから。どうしたの？なんかあったの？いつでも聞くよ。こんな風にね、周りの人には優しい声をかけてあげてください。では、明るく元気に気持ちよく、あん、あん、あ、あん、アホ万歳、バン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 、バカ万歳で壊れた機関銃、下手な鉄砲、数打ち当たるマシンガン特であなたのハートを狙い撃ちしました。アクシー。